ボーサバドゥ東海オンエア寮の個人チャンネルブラボー寮のボーサバドゥチャンネルへようこそ。現在時刻夜の11時なんですけど、僕今日中に満腹屋に行かないといけないんですね。まあ全然お腹空いてないんですけど、この時間に家系ラーメンを食べに行かなければならないと。まあ職業柄そんなこともあるんですけど、ちょうどね友達が集まって向こうの部屋でね遊んでいるので、今からね一緒に行ってくれませんかとお願いしようかなと思います。まあ、これは反強制みたいな感じでお願いしようかなと思います。まあ、どうなるかわかんないんですけど、とにかく僕は一緒に行く友達が欲しいので、もう完全に無警戒の彼らに急に誘いをかけようと思います。ということで早速行ってみます。ボーサバドゥ、こんにちは。なんですか。満腹屋の K です。はい、そんなもん。なんで何もらってんの。もらえよ。お願い。ちょ、やだって意味よ。お願い。ちょっと待って。マジで一つも分かんないよ。分かってる。満腹屋の K です。俺らウケるの K です。ちょ、なんもしてないもん、だって今日。まあ、お願いだけど K でもある。 K でもある。お願いでもある。いや無理。全然一つも何もない。はぁ、じゃあいかんやん。言ってることこれだけ。また満腹屋に行こう。もうそれだけ。あ、またやだ。え、やじゃん。どういうことしかもボンサバドゥって言ったし。やどうじゃないんだね。ボンサバドゥ。そう、逆の立場考えてみって感じだよこれね。どういうこと断るやん。断るよ。そう断るじゃん。じゃあ断る。いや、それは承知で言ってる。お願いって。いやだ。どうしたら言ってくれる。え、待って、どうしても。マジ頼む。なんかなきゃいかんやん。でも詳細がないんだって。なんもなく、ボンサバドゥって言って満腹屋行くことないじゃん。そう。いや、まあそうだね。今までそんな。職業から満腹屋に行かないといけない時はあるじゃん。まあ職業からね。うん。だからまあ今日はそういう日とも言えるから、俺は今から行くんだけどね、どちらにしろ。俺は決定してます。違う。ちょうどいるやん。友達やん。頼む。嫌だわ。この反応は別に想定内じゃない。そう。想定内じゃない。そう、これがね、まあおじさんたちのリアルな反応なんですよ。この時間に濃いラーメン食いたくないっていう。絶対に嫌だね。まあ、じゃあいいよ、逆に何か提案していい。提案していいよ。なんか俺に勝ったら、まあ1対1を3回やろ。俺らが勝ったらどうなんのそれ。そう、満腹屋行かなくていい。行かなくていい。変わらない現実が。満腹屋行かなくていい権利。それは行かないの手で喋ってるのに行かなくていい。今俺らずっと動いてる。そう、行かなくていいよ、アイコ。今一旦行くことが決定してんの。プラスが。もし俺に勝ったら行かなくていい。確かに飯食ったすぐではないけどさ。でしょ。もう夜だからね。遅いから。そのおかしくてたね。ずっと野球見ながら今。まあ。いいじゃん。いいじゃん。最近食べてないでしょ。食べてる。魚系とかどうなの。行ってる。いやー、行ってないけど。ああ、よかった。もういいわ。よかった。じゃあ行こう。ねえつって。じゃあ久しぶりに行こうよ。まあなんか。多分気持ちとしてはさ、正直めっちゃ嫌だけど、まあなんか最悪連れてくれてもいけるぐらいのメンタリティーでしょ。やだやだじゃないよね。あ、やだな、行きたくないな。の今日いつもみたいにみんなでいっぱいご飯食べて集まったわけじゃないじゃん。まあそうそうね、くしくもね。でしょ。だから余力がまああるっちゃあるじゃん。そう、まあそう、あるっちゃあるから。そうだから、マジ余計。そう、だからいっぱいご飯食べればよかった。マジで嫌だもん、本当に。だったら本当に行かなかった。そう、なんかいけるやん。だからいけるかいけないかだったらいけるよ。そのね、二者択一だったらどうする。じゃんけんする。じゃんけんでしょ。じゃんけんか。トランプとかでもいいよ。なんかゲームでもいいよ。なるほどね。じゃあトランプ。トランプでしょ。トランプで何する。なんかでも俺別になんかね、正直言って今日は別に負ける気せんもん。
ちょ、もうやめろってお前もそれ。俺別にメンタル的に。じゃあもうシンプルにインディアンポーカーを1対1で3回、1人ずつやって、俺に負けた人は全員。俺なんかいけるよ、別に今日は。うわぁ、負けそう。いい、うん、いい。決定です。ありがとうございます。これで1人は絶対続ける。俺今日負ける気、正直全くないんだよな、別に。結構、まあ、3人で勝とう。そう、3人で勝とう。いや、1人はだるいって。3人で勝とう。え、なんか余裕なんだけど、今日気持ちが。ちなみに彼女もだよ。先に取りたい、後に取りたい。インディアンポーカーは1が一番強いんだよね。1が、1が最強じゃない。1が最強、で、2が最弱だ。だよね。オッケーオッケー。普通のポーカーとしてはね。先に取りたい、後に取りたい。テレビで見えちゃいそうだから、こうやってか。俺先引こうかな。先引く。はい。テレビで見えん。はい。いきます。はい。じゃじゃん。これね、こんな感じで。はい。おぉ、どうすんの？え、マジわかんないね。どうすんの？いける、そのままいけるのか、俺は。勝てば会議だから。そう。勝てば会議。ちょっと弱い、ちなみに。ちなみにね。まあ、それはあり得るな。ちなみに。でも、お互い様。お互いちょっと弱い。わかんねえ。強くはね、わからんけどね、こんなことは。マジわからんね、これって。インディアンポーカーだから。変えますか、変えませんか。いや、俺から決めようか。俺、このままでいこうかな、ちょっとメンタルが今ある。俺もこのままで。ほぉ。顔心理戦だ。どっち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 。マジしんね。でもね、結構マジで、いい勝負してるんだと思う、じゃあ。じゃあ俺変えようかな。だからそんな気がしてる、今俺。あ、わかんない。知らんけど。当たり前だけど、知らんけど。じゃあ俺変えるわ。変えます。いい？変えて。あ、もういいんじゃない？それはね。変えます。変えます。はぁ、もう。最低、もう。勝負。せーの、スミレ！スミレちゃんも！最低。勝ち目ないじゃん。勝ち目ない。勝ち筋勝ち筋一個もなかった。最低。はい、じゃあもうそっち本当に引き分けじゃん。じゃあ先に引けばよかったのに。最低。よし、いけほんと？うん。じゃあ俺変えない。変えないよ、俺。変えないんだ。うん。だから、まっすぐこのままだと負けるよ。そういうこと？うん。ちょっと待って、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 ちょっと待って。やだ。今のはどういう心理の逆の立場になって考えてみて。え、そんなかまいたちなことある？いや、でも、変えた方がいいって言うんでしょ？うん。ってことは、弱いんですよね。弱い。これ弱い。弱い。めっちゃ翻弄されてるじゃん。か、いや待って、でも変えるか変えないかだね。一緒に変えるじゃん、どうする？変える気持ちある？今んとこはないけど、増田がお願いしたら変えてもいいかなって思う。さっき変えは先に変えなくて後悔してるから、じゃあ俺変えたい。俺は変えてほしい。正直。いや、変えなくていい。ほう。ああ、じゃあこのままか。変えます。はい。あとは選べるか、今回。マスダ1を引けば勝ちだよ、絶対ね。せーの、このままいきます。はい、せーの。しゃマスダ回避。パワー系すぎだろ。シャー、枠出した時、うわーって出したの。わかりやすすぎ。わかりやすすぎ。パ
ワーで勝ったじゃん。さあ、何も頭使ってない。さあ、金木君、はい、よろしくお願いします。さあ、もうほぼ運ゲーみたいなの。そうだよ。そうだよ。運ゲーじゃんけんと一緒よ。うん、引いてもらって。普通にマジで行きたくない。はい。はい。はい。強い。さあ。嘘つけ。こいつわかんねえ。ふざけなきゃね、ふざけてるかね、真面目なのかわからんからね。マジでわかんねえ。そりゃ強えな。じゃあ、いい勝負かもしれん。マジ？まあまあ。頑張れ頑張れ、りょうく。頑張れ、りょうく。まあまあ。このまま行きたいな。このまま行く？ああ。まあ、全然俺、さかなぎの言うこと聞いてあげてもいい。うん。どうしたいか。もうおっぱいしよう。違う、分からん。あとそれで分かったらおもんな。トランプにないだろ。どうするさかなぎ、ちょ、どうすればいい。いやだ、俺が言うとだってもうねえ見えちゃってるわ。そう、じゃあこれだけは言っとく。うん、それスペード。じゃあいらないな。そういう強弱ないのよ別に。それにまあハート、俺ハートか。どうする。いやちょっと変えてほしいな。じゃあ変えようかな。本当？うん、やった。変える？じゃあ俺も変えよう。そうなの。せーの。危ねえ。危ねえ。一回今勝機を逃したよね。そう。危ねえ。確かに分かるよ。十だもんね。そう、十だから。そう。四分のね。四分の負け。四分しかないんだよ。勝てるからこれに。もうじゃんけんですよ、これは。これじゃんけん。これだからもう本当運ゲーだから。なんでもいい。これなんでもいい。これはだから、うん、そう。もういろいろ心理戦終わりが来たりします。そうね。はい。いきます。せーの。はい。ではもう一緒だよ。はい。はい、使ってください。せーの。はい行こう。行かねえ。行こう。行かねえ。行こうよ。行かねえよ。なんでこいつはいいの。ということで、まあ、2人、満腹逆決定です。ありがとうございます。あがっす。なんで、マジなんで。はぁ、それだけ助かった、ちょうど友達がいて。いや、本当に。え、最後までわか、まあ、もう本当に、もういいや、これ、分からずね、分からんでいいでしょ。分からんでいいわ。もうだって、食うか不安かな。そうそうそう、もう分かってもどっちでも一緒だから食うんだもん。納得はしないけどね、全然。理由はどうでもいいや。まあ、自分から満腹が行かないといけなくなった時に、俺に同じことして。ないんだよ。マントキが行くときだってもうしょうがないときだもんね。そうだよ。うん、頑張って。じゃあ行こうか。行きましょう。くしくも YouTuber。 短い動画でしたがありがとうございました。どういうこと。そんなわけないんだよね。ごちそうさまでーす。美味しかったね。最低だよ。食べきれんかったから海苔5枚くらい。最後それを押し込んでたんだ。俺いる。苦しい。マジ気持ち悪いわ。帰ろう。二度と来んわ。二度と来んよ。二度と最低だから。